十数年前に、96歳で大往生したうちの祖母から聞いた話です。明治の終わりから大正の初めにかけて頃のことですね。祖母は麹屋で生まれ、そこは酒造もしていて、子供の頃は、かなり裕福な暮らしをしたそうです。使用人がたくさんおり、今となっては誰が誰やら記憶が曖昧だとも話してました。祖母が数え8歳の時、4つほど年上の少女が子守に雇われてきていました。その子は祖母には優しかったものの、赤ん坊の扱いが存在で、他の女の使用人によく叱られて泣いていたそうです。また、胸が痛いと訴えてしゃがみ込んでいるのを何度も見たことがありました。ある秋の晴れた日だったそうです。祖母が庭に出たところ、子守の子が赤ん坊をおぶったまま、うつ伏せに地面に手をついていて、赤ん坊が背中でワンワン大泣きしていました。大丈夫かと祖母が近寄って声をかけると、なぜか顔を向こうに向けたまま、この赤ん坊、泣いて泣いてしょうがないから食っていいか、と言ったんだそうです。祖母は最初、何を言ってるかわかりませんでした。食っていいか、赤ん坊その子がもう一度囁いたので、祖母の弟を食う、という意味だと察したんです。ダメ、そんなのダメ祖母が慌てて止めると、子守の子はそうかやはり後継ぎは惜しいか。じゃあこれを食おう。そう言って祖母の方を向きました。顔が盛り上がったように浮いて、赤い筋がいくつもついていたそうです。獣臭い匂いがしました。子守の子は祖母の見ている前で、自分の顔の皮を下からベリベリと引き剥がし、丸めてパクッと一口で食べたんだそうです。祖母はキャッと叫んでその場に倒れ、その時クケイという、甲高い鳴き声が聞こえたように思ったということです。気がつくと屋敷の仏間に寝かされていて、周りに人がたくさん、集まっていました。母親の顔があったので弟はと聞くと、別室から、抱いてきて見せてくれました。なんでも、祖母が倒れていた近くの草むらで、ねん猫にくるまれたまま眠っていたんということでした。子守の子は納屋の藁にうつ伏せに倒れているのが見つかり、抱き起こすと、丸い形に顔の皮が剥がされていたんだそうです。ただ、その他に体に傷ついたところはなく、医者の見立ては、心臓の病で亡くなったものということになりました。このことは、祖母には知らされず、随分後になってわかったと言っていました。こんなのが狐です。この出来事があった冬です。その地で大々的に狐狩りが行われたんです。めったにないことだと祖母は話してました。狐は神様のお使いだから大事にされていて、普段は漁師もまず狩ることはしなかったと。ところが先の話の子守の子の父親が漁師で、病死であったとしても、娘の顔の皮を剥いて食った狐に悪感情を持つのは当然だったと思います。あちこちから鉄砲撃ち仲間を集めて、集落の裏山に入りました。この地方では犬を連れた狩りはあまり行われず、集団でやる遊戯でした。だから、山が雪に覆われて獲物の姿がよく見える冬を待っていたんです。それは凄惨なものであったと祖母は話しました。もちろん祖母が、狩りについて言ったのではなく、話を聞いただけでしょうが、オスメス関係なく、
こうはらんでいても容赦なく撃ち殺したそうです。巣穴を見つけたら、生まれたばかりの子狐でも引きずり出し、後足を掴んで立ち木に頭を打ちつけてみんな、殺しました。そして祖母の屋敷の納屋の前にうず高く死骸が積み上げられたんです。これは工事屋の当主も承知のことでしたから、祖母もその様子は見ていて、血の匂いと獣臭さでムンムンしたと言っていました。